A scream. I know where it went to. I know where the scream is coming from. Metal. Now! Yeah, let's fight! Overclock. What's she doing? Oh, sweet, sweet. Yeah, I need a skill like that. I need a skill like that. Okay, super shocker. Nano machine. Nano machine, son. Nano machine. Okay, let's do Super Shocker. Super Shocker! Mama. And I keep forgetting to... Wait, I already equipped the Tactician USB. Okay, so I have more... Let me see, could I equip something else? That'd be good to know. Tactician USB. Nope, okay. その反応は絶覚助けてあげたのに君たち動かないで怪我直してあげたよお兄ちゃんたちが言ってたのは真似しただけだけど デジモンがデジモンを襲うなんてことあるんだね形が悪いねクロウロウロしていたらばっかりこの手足を滑らしたところにあのデジモンがいてびっくりした勢いで必殺技のネバネバネットで攻撃いっちゃってそれあんたが悪い でも、しょっちゅう強いデジモンに追いかけ回されて逃げ回ってるうちに気がついたらここにいて帰り方がわからなくなっちゃって故郷デジモンにそうですよ私の故郷はデジタルワールドって言うんでしょデジタルワールドうんこことは違う世界でしょねえ ここは人間の世界なんでしょ世界っていうかここは人間が作った仮想空間だよやっぱりそう形は詳しくは知らないんでしょデジタルワールドと人間の世界が重なり合うように存在した二つの世界は本来は繋がっていないんでしょが何かの拍子に交わる時があってきっと私は Bugging out. Ah, I see what you did there. デジタルワールドからやってきたんですから確かに
デジモンたちを作ったエンジニアの言葉は誰も知らない。自然発生的に現れたものにしては、プログラムとして完成されすぎているし。でもまさか。信じてくれないんでしょ。じゃあ、信じるとも言ってないよ。この件は保留。検証材料が少なすぎるもん。 Oh, that's so sad. Don't talk to him like that. He's a little Digimon. Okay. Hours. Cool. Hey, it's Faye. Hi, Faye. わかりした。シガを襲ったその化け物について、あいつの正体に心当たりはあるが、デジモンではなかったようだな。バッチラにも見当がつきんせん。同じような報告は他のハッカーからも聞いた。なあ、シガは放っておいていいのかよ。アカウントのエラーを装って逃げてるだけかもしれないぜ。あんな小物、これ以上追いかけたところで無駄どうする。どういうことだ。 シガのようなフリーのハッカーを使ってアカウントを集めている。そいつを叩かん限り、アカウント狩りは止まらしまへん。次の依頼はその元締めを追うことか。話が早うてよろしおすな。やり方は問わへん。ただし、てかザクソンを怒らせたらどうなるか、たっぷりと思い知らせておくんだ。 おお、おっかね。おいおい、随分なメンツが揃ってるな。お前、アラタ。おや、誰かと思ったら、元伝説のハッカーチーム、ジュートの新たはんやないの。アラタ・サンダータ。サナタ、I think。あんたはザクソンのナンバー2、フェイだ。 噂は聞いてるぜ。いろいろな。いや、久しぶりだな。よく俺たちの前に顔が出せたな、サナダ。Oh, wait. Were these guys part of the same team? よせよ、リュウジ。今更詫びでも入れに来たのか。Oh, man. I didn't know. またそれかよ。もうよしてくれ。終わったことだろ。なんだと？よせって。フェイだっているんだ。 場所考えら。続けて構いまへんえ。そういえばアンさんら二人も元柔道でしたな。解散したとはいえ元仲間同士弾む話もありましたろ。ほな例の件よろしゅう。
ザクソンか。お前らすっかりあいつらの仲間になっちまったんだ。なあ、エデンのハッカーはどうしちまったんだよ。最近の奴らはおかしいぜ。暴走する奴が後を絶たない。俺たちの時は、こうじゃなかった。黙れ。知ったような口を聞くな。お前には関係ない。逃げ出したお前にはな。リュウジ。 逃げ出したか。ま、その通りだよな。待てって、リュウジ。あんな言い方ないだろ。あいつだって、いろいろあったんだからさ。悪い。ま、仕方ねえけど、お嬢の前ではそんな顔すんなよな。あと、あいつな、新人。今の俺たちは、フーディエなんだからさ。まあ、そうだな。少し、 Who's he talking to? 俺たちはもっと自由だったはずだろう。言ってくれるぜ。綺麗事を。 Demon slaying, Zaxxon's request. Check out the bulletin board. あそこの部屋ってなんで立ち入り禁止なんだ？お前知らないのか？あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が起こる。開かずの瓶。 俺の知り合いの友達のいとこの担任が受け負ってるクラスメイトもあそこに入ろうとして様々な不幸に見舞われたらしい。端末全てクラッシュしたとか、恥ずかしい写真が流出したとか、自動ドアに挟まれたとか、犬に噛まれて黒猫が呼ばれた。ブラックキャッツ。そういえば、さっきあの部屋の前を通った時、妙な悲鳴が聞こえたんだよな。俺も呪われちまったのかな。お祓い行けよ。付き合うぜ。 Erica's room has a strange rumor associated with it. Shriek. She's trying to dissect him. And that's how the spooky rumor started. ただのコンピュータープログラムだと思ってたけど、この子たちは外部データを読み取って学習する機能があるみたい。人間が手を加えなくても自主的に周囲のデータを取り込んで成長する。